はい。この近辺に敵が伏しているとの報があった。伏兵を捨ておけば、合肥の戦に。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。俺たちに感づくとはな。まあいい、貴様から片付けてやる。手詰めをつけるぞ。私たちで要衝を抑え、地面をつけるぞ。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。俺たちに気づくとはやるじゃねえか。けどその勘の良さが命取りだぜ。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。敵が来るのはもっと後のはずだ。まさか見つかっちまったのか。ここだな。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。俺たちに気づくとはやるじゃねえか。けどその勘の良さが命取りだぜ。どうや。私たちで要退去して伏していた敵を一掃されるとは。
ちりやり遂げたぞ。女性殿は悲しき過去を背負ってなお強い。荒野に根を張り凛と立つ大樹のごとくだ。義の連中が船着き場を占有しやがった。おまけにこっちの勝負。そうだ、船着き場までご用意してくれねえか。守りは我らが受け持とう。決して何者にも脱がせはせぬぞ。エジメをつけるぞ。チキシア、火の奴らが嫌がる。これじゃあ先に進めねえぜ。ここだな。譲れぬ思いだ。敵陣を突き崩す。俺に続け。遅れるなよ。実に見事な働きを。この太子市議敬服いたした。ありがとうよ。あんたが一緒で助かったぜ。じゃあ船着き場に急ごうぜ。敵将、自分討ち取った。筋の通った勝利だな。なんとも勇ましき戦ぶり。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の狙いはこの地と見た。おなども守備を固めよう。何、孫悟の奇襲だと。まだ体勢が。クッキー迎撃せよ。孫悟めにこの兵糧庫はくれてやれん。兵器部隊攻撃用意。敵を一掃せよ。譲れぬ思いがある。ここまでか。兵器部隊攻撃やめ。我らは投降するぞ。要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。ここだな。けじめをつけ。もはや抗いきれんか。我が命運とこの砦は貴様に委ねよう。敵将、自分が討ち取った。
筋の通った勝利だな。実に見事な働き。この太子市議、敬服いたした。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。なぜこんなところに五軍が。まさかガッピへ奇襲をかける気か。皆走れ。このことを長元様に知らせよ。誰か一人でもたどり着けばいい。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。レズネをつけるぞ。もうすぐ上弦様のところだ。早く参道の五軍の存在を知らせねば。報告、参道にて五の軍勢を発見。こちらへ向かってくるものと思われます。この奴らめ、奇襲を企んでいたか。迎撃するぞ。参道側の防備を厚くせよ。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。ところに五軍が。まさかガッピへ奇襲をかける気か。皆走れ。このことを長元様に知らせよ。誰か一人でもたどり着けばいい。どりゃ、レズネをつけるぞ。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。上弦様のところだ。早く参道の五軍の存在を知らせねば。レズネをつけるぞ。俺が倒れては。誰か上弦様に危機を伝えてくれ。どうや。
筋の通った勝利だな。実に見事な働きを。この太子市議、敬服いたした。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。工作部隊、各位持ち場につけ、我々の手で長子郷を破壊するのだ。手詰めをつけるぞ。譲れぬ思いがある。行きましょう。敵の布陣を切り崩すのです。引かねばならぬとは。長子郷を壊せば孫権の退路を立てた者を。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。筋の通。勝利だな。女性どもは悲しき過去を背負ってなお強い。荒野に根を張り凛と立つ大樹のごとくだ。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。東から合肥を攻めたいが、敵の見張りを密かに倒せば東からの攻めも可能になる。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。諦めたら終わりだ。数字を通す。私の知力が破れようとは。敵将、自分が討ち取った。おう、堂々たるお働き。威厳が感じられるお姿ですな。敵襲だと。この警戒網の中に飛び込んでくるとは。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。バカだ。貴様どこから現れた。
ここだな。レジメをつけるぞ。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。レジメをつけるで。この将か。こんなところまで近づかれていたとは。見張りは全滅したようです。私の知略が破れようとは。敵将、自分が討ち取った。ほう、堂々たるお働き、威厳が感じられるお姿ですな。私た沿岸の敵の保証が消えたか。早速合皮の東側を攻める。編成と実動は愚本に任せよう。やり遂げたぜ。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。レジメをつけるぞ。どうや。行くぜ。目についた敵は残らずぶちのめしてやる。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。砦を守ることができたか。これもあなたの働きのおかげです。筋の通った勝利だな。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。俺たちの手で王将を落とす。遅れずについてこい。来たか、孫悟の軍よ。いざ、我らの部で合皮を守り抜かん。
ここだな。そろそろ次の手の準備の頃合いであろう。ネズミを沈め時だ。葬儀の後輩を突くぞ。奇襲だ。この奴ら北から回り込んできた。諦めたら終わりだ。報告、山岳砦からの補給部隊到着しました。よし、これで兵団の心配はなくなった。ソングの勇士たちよ、ただ前へと駆けよ。ネズメをつけるぞ。よもや我らがここから来るとは思うまい。行くぞ奇襲、必ずや成功させん。なんだバカな、東側から敵が攻めてきただと。子孫したか。いな、まだ気はある。第二陣前へ、戦線を死守せよ。行くぞ、俺たちでこの合併を守り抜くんだ。というのか。恐るべきは義の将来の闘志。このまま戦えば窮するのは我らか。今は合皮攻略を断念する。皆兵を引くぞ。急を聞き、馳せ参じました。今は殿が逃げ切ることこそ肝要。ならば伝軍はこの俺が務めましょうぞ。趙文渊、再び水産。全軍、孫権を追撃せよ。させたか。さすが我が精鋭、虎が狩りをするごとくよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。今頃少子郷は壊されているはず。孫権は態度を大きく変えることになろう。伝令、少子郷健在。我が方の工作部隊は壊滅した模様です。なんと孫吾の先見、我らを上回っていたか。おお、少子郷は無事だったか。これこそまさに皆が開いてくれた結露だな。今こそ孫権を討つ好機。配置した伏兵部隊が功を奏するはずです。
標は決まっています。あとは突撃するのみです。お、ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。敵地攻略に向かいます。みんな私に続いてください。敵がいたか。冷静に対応し被害を最小限に食い止めよ。譲れぬ思いがある。ずるずると消耗してしまったな。一度下がる。心身を休めるぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。本家の男無ざむざとやられはせん。なんとか逃げ切れたか。合皮を奪うはずが命を奪われかけるとはな。私がこうして生きているのは皆のおかげだ。その尽力には再起と勇気とで報いねば。なんという強さ。ここは引く。敵将、自分が討ち取った。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。観念。大指示が。30万の大軍が攻めてくる。そうそう、また自分から帰るべきところを奪うつもりか。そうはさせない。この孫悟の地は自分が守り抜いてみせる。両門、魏軍の動きはどうだ。両門、少しいいか。ロシク殿、戦の準備はよろしいのですか。うん、そちらの方は整えてある。あとはお前に工事を託しておこうと思ってな。
かな大軍相手だろうとひるみはせぬ。ようこそいらっしゃいまし。敵の士気はかなり高いようです。曹操を撃たない限りは引かないでしょうね。彼らを解放すれば魏の勝利は遠のきます。ここはお引き取りいただかねば。潰しちまうか。お前らついてこい。諦めたら終わりだ。数字を通す。いつもながらお見事な武勇。出番もありませんな。全力を決めつけてしまうなんて、行くしかありません。ねじねを数字の通った勝利だな。助けていただけるとはありがてえ。危ないところでした。踏みにじることは許しません。私が華麗に守り抜いてみせましょう。
ほう、相変わらず見事な戦運びよな。だがこの戦、勝たせるわけにはいかぬ。ジュスコを捨て、友を狙うと感化はできぬ。こちらの兵を本陣へ送ろう。よし、ここで防御態勢を取るのだ。宗神様からの援軍が到着しました。さすがは宗神よ、お主の気遣いに助けられたぞ。ためにな。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。手締めをつけるぞ。諦めたら終わりだ。数字を通す。敵将、自分が討ち取った。お見事、見せつけてくれますな。そろそろ潮時か。全軍撤退せよ。魏軍が引いていく。やりましたね、この戦。私たちの勝利です。そのようだな。だがやはり魏軍は強い。曹操との戦はここで収めるべきやもしれぬ。ずいぶんやられてしまったな。はい、ですが曹操の軍勢は退けました。私たちの勝利です。ああそうだな。みんなよくやってくれた。これで孫悟は守ることができた。
殿が陣頭で戦われましたからね。そりゃ俺たちも死ぬ気で戦いましたよ。ああだな。これで死んじまった奴らも浮かばれるだろうぜ。つもりだ。そうそう殿、やつは我々を生かし利する腹でしょう。リョモウ殿、本当に関羽を討つのですか？孫賢様、本当によろしいのですか？諸君には姫様が。殿使、孫悟を守るためには慶州が必要なのだ。そして軍神関羽の部は脅威。関羽が繁盛を睨む今こそが好機。いいもの揃ってますよ。ありがとう。公領を守るは軍神関羽の子ら、侮ることはできませんね。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。何を召し上がりますか？またのお越しを。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。弓を止めてほしい。この付近の守備に当たるんだ。あ、やっぱり来たんですね。のろしのおかげでしっかり準備できてます。私とて軍神の子、父上から任された城を渡してなるものか。
れぬ思いがある。私に力が足りないばかりに。父上、兄上、ごめんなさい。敵将、自分が討ち取った。諦めたら終わりだ。敵将、自分が討ち取った。コールを守りきれないなんて、父上に何と言えば。リョモウ殿、うまくいきましたね。これで光陵は孫悟のものです。体勢は整った。あとは艦を撃つのみよ。これで殿、光陵は抑えました。あと慶州奪還は孫悟の悲願。必ずや関羽を討ち取るのだ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。敵の要所を叩く。いかな苦境にあろうとも諦めぬ。生きて兄者のもとへ帰り、誓いを全うせん。申し上げます。李峰様、孟達様より援軍が来着。心強い。いざ、共に敵中を突破せん。敵の狙いはこの地と見た。俺とも守備を固めよう。あの地を抑えるぞ。進め。進軍せよ。やめたら終わりだ。惑わず、奴らにかけるのだ。兄者のため、必ずや生きてこの地を脱出せん。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
じゃ申し訳ござらぬ。ついに追い詰めたか。関羽、神妙にせよ。敵将、自分が討ち取った。ジョス、やるよ。みんなご苦労だった。